皆さんこんにちは、渡辺です。今日はですね、海とかプールの後に、やる髪型をちょっとご紹介します。だからその時ってもうドライヤーなかったりとかアイロンが使えなかったりとかすると思うんですけど、まあその時にパパッと簡単に可愛くなるアレンジ方法をちょっとやっていきたいと思います。で、多分こう今日もお人形さんでやるんですけど、結構こう濡れた時にこう癖が出てきたりとか、まあ、うねりだったり、あとは広がりが結構出てくるかなと思うんですけど、まあ、この方法だったら、まあ、そういうのもある程度回避できるアレンジになっているので、癖毛の方だったりとかも結構使えるアレンジになってますので、よかったら参考にしてみてください。それでは動画を始めていきます。はい、じゃあ始めていきます。まずちょっとこう濡れてる、まあ、タオルとかで拭いた状態にちょっとイメージしてやってます。ここでリレイのまずラップミスト、これをちょっとつけていきます。でこれを全体につけることによって、ちょっとこう、まあ、濡れたやつが乾いた時に結構こう広がりだったりとかパサつきが結構出てくる方多いかなと思うんですけど、これつけることによってちょっとウエット感が結構持続するので、乾いた後でも結構まとまってるように見えてきます。で、手串でしっかりとなじませておきます。次に顔周りの遅れ毛をお好みで下ろしていきます。だいたいこう前髪とサイドの髪の毛の間を埋めるような感じで下ろしてあげるとバランスは綺麗かなと思います。次はサイドの髪の毛を取り分けていきます。だいたいまあ耳後ろぐらいまでの髪の毛をちょっと取るんですけど、基本的にまあ耳後ろで分けて、でサイドのこの耳の上の部分ですねをややちょっと斜めに取って、下の部分は下ろしておきます。で分け取ったその上の髪の毛ですねをまあだいたい縦か横分けでも何でもいいんですけど分けて、ロープ状に軽くだけ編んでいきます。でこの時強く編みすぎるとここにこう分け目が出てきてしまうので、少しこう緩く編んで、あんまり分け目が出ないように注意しながらやってください。で編んで後ろまで持ってきたら、ダッカールでも何でもいいんですけど、まあシングルピンダッカールでも大丈夫です。で一度仮で後ろで留めておきます。反対側も同様に前髪とサイドの間の髪の毛を下ろして、耳上のところを斜めに分け取ります。で耳後ろで分けて、ここの幅ですね、まあ大体で大丈夫です。で縦に割ってそのままゆるくロープ編みをしていきます。で後ろに持ってきたらピンを外して2つの髪の毛をまとめます。ここでなんかまあヘアゴム、なんでもいいんですけどをちょっと可愛いやつ、お気に入りのやつをつけてもらって2つを結んでいきます。まあ、できればここの部分をゴムを持ちながらちょっとだけこうロープ編みを少しルーズに出してあげるとより可愛さアップします。でやっぱ濡れてるので少し出にくいので、ちょっとこう本当出やすいところだけちょっと広げるぐらいで大丈夫です。あとはまあお好みで大丈夫なんですけど、ここがちょっとペタッとするのが気になる方は指でちょっと広げるぐらいで大丈夫です。ここはもう結んでないので全然ちょっと引っ張ったらすぐにボリューム出てくるので、こう丸みをちょっと調節するぐらいで大丈夫かなと思うので、気になる方はちょっとだけボリューム出してください。で最後はちょっとこう乾燥してきやすいところ、まあ、サイドの部分とか、まあ、毛先の部分ですね、でもう一回こう仕上げでリレイのラップミストを全体的につけてなじませてあげます。まあ、バランスを見てちょっとくしゃっとして、もう癖毛の方とかだったらこう広げてもらって大丈夫かなと。その分サイドのこの髪の毛で
全体的なボリュームを抑えているので、まあ、下にこう広がる分にはバランスは綺麗になってくるかなと思うんで、まあ、ちょっとこう動きをつけて、で乾燥しやすいところはもう一度ラップミストをつけてバランスを整えたら完成です。はい、こんな感じで仕上がりました。海とかプールの後で結構髪型悩んでる方、特にまあくせ毛の方にはおすすめですので、よかったら参考にしてみてください。